はい、皆さん、こんにちは。ギガプロトです。今回ですね、前々からね、ハイブリッドをですね、僕の、所持してる草食竜で特に強い、ハイブリッドがいないので、教えてくださいというふうに言ってたら、セグノスクスという、ハイブリッドが強いですよというふうに、教えてもらいました。ありがとうございます。で、それでですね、さらには、セグノスクスを、早く作ってくださいみたいな、リクエストもあってですね、今回作ることにしました。ということで、こちらにいますね。はい、セグノスクス。これ見た目やばいですね。これ、結構これさ、セグノサウルスは潮流っていうことで、あれはあれですごい、鮮やかで良かったんだけど、これはこれでなんか、すごい、なんか体毛もなくなって、背びれと尾びれが生えてるっていうね、なんかすごいよね。いかにも融合っていう感じですよね。これはかなり、見た目が斬新。かなりね。はい。で、白っぽい肌っていう。かなり、なんかインパクトあるよね。見た目はね。ということで、早速、作っていきましょうか。ということで、餌やり。うまそうに食うね。モコタンもね、こんな風にね、猫草をね、もさもさ食うんですよ。もさ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 ね。何が美味しいんでしょうね。葉っぱとかね。ちょっと人間にはちょっと理解できない味ですけども。はい、ということで、ピアノ打ちしていきましょう。はい。で、餌が速攻で足りない。餌が。はい。ということで、レベル10。一回進化。ちょっと色合いが出てきたかなという感じですね。はい。さあ、セグノスクス。本当になんか、潮流の骨格にして、羽毛、体毛がなくて、さらには背びれと尾びれが生えてるっていう、すごいなんかもう、なんでもありだなみたいな感じですよね、なんか。はい、ということで、一回進化の時、セグノスクス、おー、もうなんかもう体もなんか、亀裂がいっぱい入ってるみたいな感じになってますね、なんか。はい。おー。なんかこれはこれでなんか、こう、やっぱこの亀裂みたいなこの模様が結構気持ち悪いかなっていう人もいるんじゃないですかね、これ。こういうの結構ね、なんか嫌だっていう人いると思うんで。でもなんか本当に新鮮、斬新ですね、見た目が。とにかく。もう背びれと尾びれが生えてるっていう。もうこいつはもう何、水中でも、なんか泳げんのかっていう。水中でも戦えるのかっていうぐらいの勢いですよね、これね。本当にやばいね、これね。ということで、こいつをもう一匹作っていきましょう。はい。準備完了。さあ、一回進化。本当に、三回進化の時はね、やっぱり、毎回言ってますけど、もう本当に3回進化の時がもう一番、このゲームの魅力でもあり、デメリットでもあるっていう、ね、一気に化けすぎとかね、そういうのはあるんで、はい。とりあえず1回進化のやつは 2匹できましたね。はい。じゃあこいつらを、レベルマックスまでしていきましょうか。はい。資源がやばいよね、これ。資源っていう名前ですけど。はい。ということで。はい。2回進化。おっと、結構青みが出てきた。青みが。さあ、一発成功。いいね。青みが出てきたね。なるほどね。こんな青みが出てくる。はい。青みもそうだけど、なんかちょっと若干紫色も入っててこう、なんかちょっと、なんか虹やかな。鮮やかな感じの色合いかな、これは。ただこの、やっぱ魚の鱗のようなこの亀裂のこう模様がね、やっぱどうしても気持ち悪いっていう人もいるかもしれないですね、これね。これは本当に、水中でもなんか活躍できそうですよね。これはもう見た目的にね。なんか本当に、
斬新だわこれセグノスクス、まあ、この時点で体力が2800とアタックが2600ということでやっぱ強いですね。うん、情報提供をくださった皆さんありがとうございます。はい、ということで、こいつをもう一匹作る必要がありますね。ということで、行きましょう。はい。本当に、もう餌がやばいね。餌が、もう餌がね、もうとにかくもう必要ということで、もう本当に、速攻で枯渇しちゃう餌が、相当高級な葉っぱなんですよね。さあ、セグノスクス、一回進化。で、これが、もう一匹必要。はい。おお、連続で一発でこれ、ラッキー。いいね、いいね。さあ、セグノスクス。こいつはもう、なんかもう、なんか、昔のなんか、こう、怪獣映画とかでなんか出てきそうな、ある意味なんか、そんな感じの見た目ですよね、なんか。怪獣みたいな。なんかいろいろ混ざりすぎててね、いろいろ混ざってる。本当に。魚とかね、いろいろ、本当に、地上に行っていい、いいのかなっていう感じですよね。ということで、レベルを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 、はい。交互に。本当に、こう、本当に資源、餌がね、本当にやばいよね、これ。餌は、まあ、定期的に、交換所で、まあ、餌あるときは交換してるんですけどね、一応、これでも。で、今は、まあ、キャッシュが最大 20%、25% オフということですよね。はい、ということで、レベル20。さあ、これ2回進化ですね。本当に、この、鮮やかになったっていう感じの色合いが、結構、なんか、ほとんど色着色がないっていう状態から、まあ、結構色合いがついてきたっていう、かなり、いきなりこう、にじやかな、鮮やかな色合いになったっていう感じがしましたね。2回進化では。さあ、結構時間がかかっているが、結構、これで5回目か。結構失敗するね。さあ、6回目で成功。はい。これ。はい。まあ、こんな感じ。二足歩行で。まあ、この体格なら、まあ、二足歩行で、まあ、いけるって言えば、まあ、いけるっちゃいけそうですよね。なんか。で、首も、まあ、ある程度長いしっていうね。はい。まあ、ということで、まあ、こいつが2匹できたんで、レベルマックスにして3回進化いきたいと思いますが、その前に、まあ、どうせ餌足りないだろうから、最初、前もって買っておきますかね。はい。まあ、5000万餌とかあれば足りるでしょう。はい、足りない。速攻で足りないっていう。いや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 、どんだけ、餌、やばい、1回100万、113万餌とかね。やばいよね、正直。この葉っぱはどんな高級な葉っぱなんだっていう突っ込みがね、入りますよね、正直。はい。ま、資源買って。はい、30。さあ、早速足りない。5000万円差でも速攻で切れたっていうところなんで、まあ、8000万円差ぐらいで、これでいけるかな。はい、いきましたね。お、さあ、3回進化の時ですね。さて、これは何？後ろのトサカまでなんか、背びれみたいなのが生えてる。何？結構やばそうなんだ、感じだけど。これは結構何？どんな風に化けるんだろうか。それともあんまり変わらないっていう感じなんだろうか。気になりますね。ワクワクの瞬間でございますね。さあ、来ましたよ。さあ、いでよ。セグノスクス。おーっていう感じですね。いかついね。正直、なんかいかつい。なんか今まではなんか、なんか、こう、魚竜と、まあ地上の恐竜のまあ融合だなっていう、ただそれだけの感想だったのに、なんか一気にいかついっ
ていうイメージになりましたね。なんか、うん、なんかもう、こう、背びれとかがもう、トゲに見える、トゲに。やばいね。これやばいね。これはちょっと、斬新だな。本当に、背びれとか、本当に、セグノサウルスの時は、その背びれとか、この腕に生えてる、まあ、ところとかが、まあ、全部、羽毛だったんですけど、まあ、これが背びれ、こうね、ヒレになったっていうことで、すごい、まあ、斬新だな。体毛もなくて、なんか、まあ、魚の鱗みたいな模様もついてるし、本当になんか地上でも戦えるし、水中でも戦えるみたいな感じですかね、これ。マジ、なんか、すごいなんか、いろんな局面で、なんか使えそうみたいな感じな見た目ではあるんですけどね。ただ、まあ、属性的には、まあ、草食竜ということで。まあ、正直これ、草食竜っていう属性にとどまらず、両生類とか、草食プラス両生類みたいな、感じのなんかそういうのがあってもよかったんじゃないかなっていうぐらいなんか斬新ですね、正直。でもこう尾びれがね、特にやっぱ尾びれが、特にやっぱ魚っていう感じしますね。魚流の恐竜っていう、これ地上にいて大丈夫なのかっていうね心配がありますね、正直。はい、さあ、じゃあレベル40まで行きたいんですが、1回で360万円さ、これは、どうなんでしょう。どこまで餌買えばいいんだろう、正直。正直、もう、これはもう、1億餌まで行くしかないのか、これは。はい。1億餌。1億餌行っちゃいましたよ。さあ、1億餌でこれ足りるのか。さあ、1回で300万円。いや、絶対足りないね、これ。370万、次。はい。いや、もう足りないね。もう足りない。これはすごい食うね。はい。めちゃくちゃ食うね。これやばいね、本当に。わー。結構食ってる姿も結構いかついわ。なんか、くちばしみたいに見えるしね、なんか、口先が。すごいね、なんか、斬新ですね、本当に。これはすごい。なんか生態系として、これはなんかありえないっていう感じですよね。まあそれをまあ実現するのがまあハイブリッドっていう、まあ融合恐竜っていうことなんですけどね。はい。ということで餌がもう速攻で1億餌あったのにね、3口ぐらいでパクッと速攻でなくなっちゃったんで、やばいっすね。これ餌の量が、必要量がやばい。本当に。で、次は400万円差が必要ということで、レベル35。はい。いやー、やばいね。これどれだけ、この、餌のこの搬入のおっちゃんとかも結構大変だろうな、これ。こんだけ餌の在庫をこう注文してたらさ、どんだけ餌注文するんすか、みたいな。クレーム来そうで、みたいな。さあ、1回で400万円さ。はい、次は430万円さ。いやー、やばいね、正直。38。で、これ、ね、ここで結構連続して、かわされるっていう。はい。はい、レベル40やった、完成しました。おめでとうございます。この恐竜が最大レベルに達しました。ということで。いやー、やりましたね。いやー、本当に、ちょっとこれ、この頃からやっぱ見るとやっぱだいぶ、なんだろう。この時はまだやっぱ色もなんか結構薄いし、まあなんか、まああれだな。今と比べるとやっぱ、なんかそのインパクトはやっぱないね。やっぱとりあえずなんか魚流となんか混ざったのかなっていう感じはしますね。ただやっぱこの辺からこうちょっと変わってきて、まあ最終的にはこれですよね。これはもう逆にいかついっていう、正直いかつい、もうインパクトがある。もうね、そんな感じですよね、なんか。これはちょっとやばいな、正直。こいつはちょっともう、やばいな。やばいしか言ってないけど。なんか本当にもう魚竜と地上の恐竜の、まあ草食竜が、
まあ、融合されたらこんな感じになるのかなっていう、感想ですね。なんか、これは本当にすごい斬新だわ。これね、はい。ということで、シグノスクス、ね、こちらを、まあ、アドバイスいただいて、まあ、一番強い草食竜を教えてくださいということで、それでまあ、アドバイス、セグノスクスがまあ、非常に強いですよと、まあ、ハイブリッド、ブッコレハイブリッドの草食竜かな。唯一のブッコレハイブリッドの草食竜。で、あとはまあ、セグノスクスを早く作ってくださいっていうね、リクエストもあったので、まあ、今回作ってみたという感じでございました。はい。いやー、やばいね。本当になんか、もう、昔に出てくる怪獣とか、こんなんとかいそうだよね、なんか。怪獣ものとか、あとは戦隊ものとかも、なんかそういうもので出てきそうですよね、なんか。もう本当にやっぱ、このやっぱ、尾びれがやっぱ、なんかすごいやっぱ、これだけで、これ一つあるだけでだいぶ印象が変わるなっていうね。こいつは本当に地上でも水中でもいけるなっていう感じがしますよね、なんか。生きちゃうんじゃないかっていう。普通に水中バトルとかでも使えてもいいんじゃないのっていうぐらいの勢いですね、これは。はい。ということで、今回はまあこちらのセグノスクスを、まあいそいそと作ってみたという感じでございました。それで僕のまあ戦力もまあ上がったんで、まあ本当に感謝ですね、リスナーさんには。はい。セグノスクス。で、まあ、4900の、まあ、体力、約5000ですね。約5000の体力と、で、またこれまた約5000のアタックということで、本当にやっぱ強いですね。いや、まあ、これは、まあ、装飾で、まあ、最強ですよね。確実に。はい。ということで、教えてくださった皆さん、ありがとうございます。はい。いやー、無事完成しましたよ。はい。ということで、まあ、今回はまあ、この辺で終了にしたいと思います。はい。まあ、今後また、こう、なんか、草食竜がまた、なんか必要な時に、とか、ボス戦とか、なんかそういう、まあそういう、要素要素でこう、必要になってくるっていう時になったら、まあこいつをね、まあ一番手にこう入れて、みたいな感じで使っていきたいと思います。はい。では、今回は、ありがとうございました。